今回は、闇の狭間の箱、やっていきたいと思います。一定数溜まったので、まあ、前回からね、1ヶ月ぐらい経ったかなと思うんで、まあ、溜まってきたんで、やっていきます。あと、こちら、金塊の箱も、3個だけなんですけども、開けていきたいと思います。はい。それでは今回は、まあ、闇の狭間の箱ということで、まあ、いつもと同じような感じで、今回6回目ぐらいかな、チャレンジ。大体ですけども。新1、新2、位置を狙っていきます。今んとこね、当たったことないんですよ。で、一番最後に、いいやつ、この紫色のね、中身がいいやつをね、後半に持ってきます。まあ、前半は、まあ、こんな感じ。で、最後、これね。じゃあやっていきます。まあ、数で言うと、まあ、39個あるんで、まあ、サンキューって感じで終わりたいですね。はい、それでは、やっていこうかな。まあ、新一に狙っていきます。よし、連続でいこう。あ、ちょっと待って。ね、狙いをちょっと決めた方がいいよね。狙い。この辺を当てたいみたいな。バジベル、三日月、ケンタベルト。だね。あとはスチール、セラフか。その辺までですね。まあでも確率低いんで、まあ、とりあえず新一新に、今回はまあ狙っていきます。絶対当てる。絶対、絶対当てます。連続。クロンイスタート、あれ2回押した俺。うわ、影の証はいらない。頼む、新一に今回こそ来て。あ、いいねいいね、三日月当たった。ここで三日月はいいじゃないですか。あ、クロン石、あ、クロン石ちょっと待って、やばい、クロン石連打なんか当たった。いやー、いらないいらない、いいんでね、値段。クローン石の後は、おバジベル、いいですね。この辺当たるとまあ新一新二じゃなくても高いんでね。あー、クローン石多いな、やっぱ来ないかな、ワンチャン新一新二。終わったか。うわ、終わった。まあでも、バジベル1個と三日月1個。これ結構でかいんじゃないかな。これ結構でかいですよね。13個開けて。はい。あと、まあ、魔女耳はね、安いです。ほんと今。725万もっと低い時ね、500万ぐらいになるんで。あと、影の証は、まあ、当然、安いですね。100万ぐらい。だったら、クロン石の方がね。はい、それでは次、歪んだ箱、開けていきます。こちらは、まあ、クロン石は来ることはあるんだけども、魔女耳とか、影の証とか、安いやつはないんで、あ、結構期待できるかな。ここでいいやつを当てつつ、さらに、新2ぐらい。まあ、新1、新2なんだけど、新1、新2狙いなんだけど、当てていく！おりゃ！まあまあ、スタ、あれ？なんか当たったね。惜しい！カドリーか。カドリー痛いな。ちょっと痛いな。頑張れ！新一新に来い、頼む。うわ、カードリー、カードリーやばい。カードリーは安いんす。それ以外でお願いします。あー、スチールか。じゃ、まあ、悪くないんだけど、クローン石よりはいいやつ来い、いいやつ来い。あー、来た来たー、セラフの新に初めて、しかも、新1なく、新2です。おお、これちょっと、後で値段見てみよう。
ああ、初めてだ。新一に当てたの初めてです。今回5、6回目だと思うんですけども、毎回20連以上やってて、初めて。連続で来い。健太。こういうのってさ、連続しない？結構。連続することない？連続、当てちゃえ、連続。健太、健太。ああ、七る神に固まった。どうだ？いいやつ来い、いいやつ。セラフの通常。どうだ？もう一丁、もう一丁来い。もう、ケンタ多いね、ケンフラ多い。どうだ？あ、セラフも多いね。まあでも、神に当てたんで、これはでかいぞ。これはちょっと、あと、余裕持って開けれる。最後黒いんしか。わあ、本当に当たるんだ。ちょっと、1万、10万、100万、1000万。1億9000万。セラフの神に1億9000万？そうなんだ。そうだね。いや、でかいな。でかいでかい。これ通常だと9、まあ1000万ぐらい、970万ですからね。うわー、でかい。よっしゃー。今ね、めっちゃ金欠なんで、めちゃめちゃ助かる。よし、こっち行ってから金貨行くか。こっちはね、まあ最後沈黙はね、バジベル、三日月、ケンタベルト、カドリー守護者の4つのうちどれかなんで、あとはクローン石当たる可能性あるけど、はい。結構いいの当たる可能性は高い。そして、新一新二をもう1回当てる。7個。7個なんですぐ終わると思うんですけども、当てます！おら！ああ！違う、そこじゃない。なんか当たった。カドリー以外、カドリー以外。ああ、ケンフラ。ああ、カドリーか。どうだ？よし、三日月、いいぞ。新一に来い。カドリーかー。ラストかな？カドリーかー。あ、もう一個あった。ケンフラかー。まあ、うん、ちょっとね、カドリーパッと見多めだよね。カドリーは安いんだよ。625万。まあでも三日月当たったし、まあ最悪ではないか。最後ちょっと黒石少なめだったよね。はい。ではまあ一番ここがね、目玉。1億9000万。では最後、金塊の箱を開けて、今回の動画を終わりたいと思います。まあ、3つね。100、あと1000万シルバーから1億シルバーまでの間のどれかです。まあ、1個ずつ開けていきます。5000万以上当たれ。これと分かんないんだよね、表示だとね。1個ずつ見ようか。足したらちょっとなんか。はい！おっしゃ！ 9000 万！でかいでかい。どんどんいけ。1億来い！1億。ああ、100字。何千万だ。5000万以上。
あー2000万だったっぽい今の。さあラスト1億来い 1KG。 うわー 100G だけどいくつだ今。11が14000万。あー1億5000万ですね3つ開けて。1個5000万か。まあほんとボーダー普通常平均って感じ。はい、それでは今回は、闇の狭間の箱とあと金塊の箱を3つ開けてみました。それでは、次回もいろんなねガチャ動画などどんどんやっていきたいと思います。よかったらまた見てください。よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。